どうもよろしくお願いいたします。どうもナイツです。ヤーマン、あーヤーマン、ヤーマン、ね、どうもヤーマンです。よろしくお願いいたします、うん、ヤーマンではないです。ありがとうございます。僕らナイツって言うんですね。ちょっと昨日もね、いろいろパソコソでいろいろ検索、パソコンだろう、ね、してましたけどもですね、うん、外読むな。なんか最近若い人の間ではね、うん、ホゲーっていう音楽が、うん、レゲーだよ、流行ってるみたいな。ホゲー流行ってねえよお前、まあ、このホゲーで今注目を浴びてるアスベストをですね、うんうん、いやアーティストでしょ、見つけてしまったんですよ、うん、アスベスト石綿繊維鉱物ですからね。皆さん、うん、チェホンって知ってますか？知ってるわお前、はい、その人に呼ばれて今日来てんだよ。なんだこいつと思いますね。なんだこいつでしょ、びっくりしたでしょ。このチェホンについてですね、インターネットのヤホーっていうサイトでヤフーね、いろいろ調べてきましたんで、大丈夫、お話しさせていただきたいんですけども、調べてきたということですよ、チェホソは、うん、チェホンな、だから、もう外読むなお前。大阪の鶴橋出身なんですね。なるほど。ここは有名な、あのコソアソタウソで、コリアンタウンだよ、有名と言われて、佐藤イーズラソン、リモウンもソニスんなお前、乗りましてね、うん、リモ行っちゃったかも。この歌詞、要するにソソックって言われるんですね。リリックだよ、歌詞がすごくね、リオ外読むなっていいんですよ。あとちょっとね、これ汚い話になっちゃうんですけど、何ですか、韻を踏むのがすごく得意です。汚くねえわお前、もう韻を踏むって下ネタじゃねえぞ。踏みまくってしまう人なんですけどもね、ファーストシングルの手取りっていう曲がですね、うんうん、緑でしょ、やっぱりすっごい、お給料みたいに言わないで手取りってでですね、もう本当にですね、今凝りに凝ってる DJ じゃないかと、ノリに乗ってんだよ思われます。忙しいと肩凝るかもしんないけど、ちょっと今日はね、彼の一物しか紹介一部だろできなかったんですけど、お前が下ネタ言ってんじゃねえか、まあ、このチェホンマンがですね、チェホンマンつっちゃったお前、一番心配してたやつだ、まあ、新しいアルバム、うん、ライムライフという ね、もう最高のアルバムとなってますので、ね、ぜひ一度お召し上がりいただければなと。いや食わねえけどね、思います、うん、ということで以上ナイツでした。どうもヤーマソー、ヤーマン。